ジュゼッペ・ジャンニーには、イタリア・ローマ出身のサッカー選手、現サッカー指導者。元イタリア代表。現役時代のポジションはミッドフィールダー。エース・ローマの殿堂入りも果たしている。中盤深めからのショートパス、ミドルパスを駆使し優雅なゲームメイクを得意としたが、気を見て前線に飛び出しシュートを狙うこともできた。長髪に甘いマスクと、優雅なプレーで、プリンチペの愛称で呼ばれれ。 ローマニスタから人気を集めた。15歳でエースローマの下部組織に入団し、1982年1月31日の AC チェゼーナ戦でセリエ A デビューを果たした。コッパイタリアを3度制覇するなど15年間にわたってクラブの中心選手としてプレーした。1992から93シーズンのコッパイタリア決勝第2戦ではハットトリックを決めている。 イタリア U-21 代表時代の恩師、アゼリオビチーニが監督に就任すると同時に、イタリア代表に選出された。1986年12月の欧州選手権、予選マルタ戦でデビューを飾った。ジャンルカビアリア、フランコバレージらと共に、主力選手として1988年の欧州選手権のベスト4に貢献し、大会ベスト11にも選ばれた。 1990年のワールドカップイタリア大会ではグループリーグのアメリカ戦でゴールを奪うなど3位入賞に貢献した。その後、選手生活の終盤にはローマを離れオーストリアのシュトルムグラーツでプレー、再びイタリアへ戻り SSC、ナポリを経て1998から99シーズンにレッチェに在籍したのを最後に引退した。 2000年5月17日に、ローマで行われた引退試合には、往年のエースローマのメンバーやスター選手が顔を、揃え彼を祝福した。イタリア代表のもと、エースフランチェスコトッティの憧れの選手であり、プリンチペの愛称はトッティに継承されている。ありがとうございます。